対戦成績2勝2敗のタイで迎える第5戦は11日、同12日にドジャースタジアムで行われる。パドレスはすでにダルビッシュの先発を発表しており、ポストシーズンでは史上初めて日本投手の先発での投げ合いが実現することとなった。勝ったチームがリーグ優勝決定シリーズに進出する運命の一戦となる。デーブ・ロバーツ監督はまだ最終決定していない。 吉信は投げるだろうが、リリーフ投手をどう配置するか。まだわからないとしていたが、右腕に託す決断をした。この日、行われた前日会見でダルビッシュは山本について、対戦できたらすごく嬉しいですし、こんな舞台で個人的にもすごく仲の良い選手なので、お互いこういう舞台で投げ合えるっていうのはすごく幸せと投げ合いを待ち望んでいた。また、大谷翔平も会見で、 明日は山本、吉信とダルビッシュが投げ合いますし楽しみにしてますし、どういうピッチングをされるのかなってプレッシャーもあると思いますが、個人的にすごく楽しみにしてますと日本選手のポストシーズンでの投げ合いに胸を躍らせていた。山本はいつか、どう6日に行われた地区シリーズ第1戦に先発。3回5安打5失点だった。この日の前日練習でハキャッチボール。 遠投を終えると、保守を座らせブルペンで11球を投げ、最終調整した。